私から2点ご報告がございます。1点目は新型コロナウイルスの感染者発生時の対応、業務継続に係るガイドラインを作成いたしました。農林水産省ではご報告いたしました通り、北海道に、現地対策本部を設置いたしまして、生産現場、酪農、大規模農家、水産業、卸売市場等においてですね、感染者発生時の対応、その後の業務継続についてのガイドラインの取りまとめを伊藤副大臣を中心に行っていただきました。本ガイドラインはですね、申し上げました通り、作らせていただいて全国で横展開することを目的としたものでもございます。この地位にですね、事務方の方からプレスリリースをいたしますので、詳細についてはそれをご覧いただければというふうに思います。2点目はですね、いよいよ今日は13日ですね、明日は前回申し上げましたホワイトデーでありますので、ぜひですね、奥様とかおじいちゃんおばあちゃんでもいいですし、お孫さんからおじいちゃんおばあちゃんというのもあるかもしれません。あらゆるタイミング、理由を捕まえていただいてですね、一人でも結構ですので、ぜひですね、消費拡大にご協力いただきたいということを心から皆様方にお願いをしたいと思います。私からは以上でございます。どうぞ。会社西日本支部吉田です、はい、ありがとうございます。新型コロナウイルス関連で尋ねます。WHO のテドロス事務局長はパンデミックだと発言するなど、世界的な感染拡大に歯止めがかからないという、こうした中で農水産物価格の下落対策支援をどのように考えておられるか、改めて伺ってみます。今、具体的な内容を申し上げることはできませんが、対策を打たねばならない状況であるということは十分に自覚をし、省内では断続的に鋭意検討を進めております。しかし、原油の予算の中でできる話では到底ありませんので、この間、200数十億の分は出させていただきましたが、とてもそんな規模では進む話ではないというふうに思っております。品目ごとにですね、対策を打たなければならないという農林水産省の業態の複雑さがございますので、各局全力を挙げて、私の指示のもと、思い切って案を出せということをお願いしています。これまでの管理にとらわれずというご指示も総理からいただいているところがありますから、我々としてもですね、これまでの管理にとらわれない国内対策を模索したいと思っています。全てができるとは思っておりませんけれども、しかし私は生産基盤の強化ということを政策目標としてやってまいりましたが、強化する前にですね、今頑張っている方々が倒れないようにすることがまずは大切なことだというふうに考えていますので、そのための努力をしっかりさせていただきたいと思っています。発車から以上です。各社どうぞ。じゃあ琉球新報の地名ですが、沖縄県で、周遊牛の安くしたの血統牛として出荷された子牛の一部で、DNA 鑑定の結果、安くしたとは血統の異なる牛であることが分かりました。農水省が把握している事実関係の受け止めをお願いします。事実関係といたしましては、沖縄県の久米島町で遺伝子検査の結果、11頭の繁殖メス牛に血統牛が見つかった。これはもう報道されているということであります。父牛が血統登録証明書が記載されていないということで、父牛がと異なるということであります。これは大変遺憾なことであります。日本は長年先人の努力によってですね、ブランドの確立もされてまいりました。沖縄でも素晴らしい周遊牛がいる、それについてですね、購買者の方から疑義が持たれるようなことはですね、大変好ましくないことで遺憾であります。沖縄県ではですね、人工中性子の方に対して立ち入り検査を行っているというふうに聞いております。当初としましてもですね、全容をしっかり解明して、さらに調査を徹底するように沖縄県の方に指導をしているところでございます。また町農政局を通じましてですね、同様の疑わしい例がもしかしたらですね、各都道府県である可能性は排除できませんので、この機会にですね、通告をいたし、疑わしい事例があった場合にはですね、迅速な報告対応をするように
それから人工接種協会に対しましては、会員の皆さん方に対して、法令の遵守、法の徹底をですね、するように指導していると、そして都道府県や団体とも連携をすることをですね、指示したところでございます。関連なんですけども、血統矛盾の報告は、昨年6月の段階で、購買農家から家畜市場の方にあったということなんですけども、農水省としてまず把握されたのがいつかということでですね、結果的には公表を遅らせたとも見えるようなこの地元組織の対応についてどのように考えますか。大変遺憾なこと、心外なことであるんですが、3月の9日に新聞社からの取材で本件を知るというですね、極めてイレギュラーな形だと思っています。この新聞報道を受けてですね、沖縄県に問い合わせを本省としていたしました。ですから正式に情報を把握したのは3月の11日ということになります。昨年にですね、今おっしゃったように血統矛盾、これ把握したにもかかわらず、 J 沖縄さんがですね、沖縄県に報告したのが本年の2月の14日、保守を与えてしまって、そして、沖縄県においてもですね、2月の14日に本件を把握しているにもかかわらず、速やかに本省にご報告をいただけなかったこともですね、極めて心外であります。このようなことが決してないようにですね、指導していきたいと思います。すみません、可能かもやってますけれども、先ほど沖縄県に対して調査徹底を求めているという話がありましたけれども、農水省として例えばこの省職員を派遣するとか、そういった対応を検討されているんでしょうか。もちろんですね、これは事案としてはもうすでに完了しているということもあります。そしてその、これは送るのは誰か、そりゃそうだね、問題があって必要があれば送ると言ってますけれども、事案がですね、とにかく2月で報告は遅れ、そして把握をし、何かを指導するというのはですね、その人間を送って指導するということがもし必要であればですね、例えば状態化しているというようなことがさらに確認されたらですね、これは本省として放っておきません。教会だけに任せられることではありませんから、職員を派遣することもあり得ると思いますが、現段階ではまだ計画をいたしておりません。必要に応じて対応することになると思います。どうぞ。お花の関連でもう少し詳しくお伝え願いたいんですが、今の時点で大きな影響が出ている品目とか、その価格の下落率とかが分かれば教えていただきたいのと、官民通じてですね、さまざまな対策というか、民間でもたくさんの人がお花を買ったりしてますが、特に大きな成果が出ている取り組みとあれば教えてください。花はですね、ご存じのように日本には40万種以上の花がございます。それは全てがですね、農家によって作られているわけではありませんが、多種多様な花が生産されておりますので、物によって影響が違います。例えば結婚式等で使われるようなお花、贈答用であったり、お祝い事で使われるですね、胡蝶蘭であったり、そういうものについてはですね、影響が大きいということであります。ですから、どの品目はどれだけ下がったということは一概に申し上げられませんが、一例を申し上げますとですね、価格的には3割、4割下がり、その上に、納入自体が7割、6割まで下がっていくということになるとですね、農家でいうと価格とかだけがよくメディアでは注目されますけれども、価格に加えて納めている数が減っていれば、数かける数ですから、価格ですから収入はですね、半分以下になるということも珍しくないというような大変な事態になっているということでございます。いろいろ国民の皆様方がですね、外食産業やいろんな産業についてですね、こういう時に助け合おうという精神を発揮していただいて、国民的な運動が広がっていることには心から感謝をしたいと思います。いろんなところでですね、花を飾ろうというようなですね、機運が生まれてでですね、農林水産省の方にもですね、YouTube やそういうところも一つも増えているということで大変感謝いたしておりますが、未だその価格をベクトル上に上げるまでの効果は残念ながら見られない。で、昨日も夕刻、そこは省内会議じゃなくて私と時間だけの話でありますけれども、これは
野菜価格安定制度のようなものが花には存在しないという特異な例があり、しかもですね、非常に傷みやすい、保管する場所もないということであれば、まあいいことではありませんが、キャベツや白菜のように来年時期作に向けて畑にすき込むというような性格のものでもないということであればですね、これについて何ができるのか、しかし何もしないわけにはいかんだろうということで、極めて頭を痛めておりますが、なんとかしなければならないと思っております。昨日も党の長秀の方で川村先生のもとで大変前向きな議論をしていただいたということがありますので、来週またもう金曜日になってしまいましたけれども、花についてはですね、正直なところ、でも何とかせねばならないという強い意志を持っています。早くこの場で皆様方に孝行いたしますということが言えるように努力します。はい、他によろしいでしょうか。どうぞ。今の質問にも関連するんですが、花だけではなくて外食産業の落ち込みですとか、それから韓国インバウンドの落ち込みで他の食産物にも深くいただきたいと思います。第3弾の緊急措置もあるというような話もすでに出ていますけれども、加工給食だけではなくて、そういったコロナと明確な切り分けが難しいような食産物に関しても支援策を講じる考えがあるということでよろしいですか。コロナとの明確な関連性というものはですね、なかなか切り分けが難しいというのは、記者さんのご指摘の通りだと思います。しかし新型コロナ発生に伴う景気の減退、内需の減退、消費の減退というものは明確にこれは証明できるものだと私は思っています。それによって外食産業が痛み、中食外食が痛みですね、そこに対する納入ができなくなると、もうすでに神戸ビーフあたりには大きな影響が出ております。昨日の東北の牛の子の競りもですね、非常に価格は下がりました。まあ、これは因果関係はなかなか証明が難しいんですが、まあ、贈答奨励事業をこの間打ち出しましたのでですね、メスの下落は比較的小幅ではありますけれども、特に枝肉、巨生牛の価格が大きく下がっております。しかも業界の中には在庫も積み上がっていてですね、買いたくても安くなってもですね、保管庫の空きが少ないというような流通上の問題も生じています。ですから肉についても何らかの対策を早急にまとめようと思っておりますし、野菜の下落もですね、一部のものについては平年並み、それから平年よりも若干高い、例えば、まあ、リンゴも全ての品種ではありませんが、昨年よりかは少しはいいものも見られますけれども、特に白菜、キャベツ、そういったものについてはですね、非常に昨年同月比に比べて値上がりの幅が大きいということも十分承知をしております。果物についてもそうです。まあ、みかんなんかもですね、非常に良くない。そして、WHO がですね、パンデミックと言うことができると言ったんですかね、評価することができると言ったんですかね、はっきりしない言い方をされてますが、とにかくパンデミックという言葉が使われるようになり、アメリカとヨーロッパとの人との交流が途絶え、今後どのような広がりを見せるかわからない状態になってですね、しばらくの間は少なくともこの農林水産品にかかる価格動向が上に行くことはですね、なかなか難しいと思います。ですからそれに対してですね、生産基盤を維持するために営農意欲を維持していただくためにですね、農林水産省として何ができるのか、それはですね、今ご指摘があった第3次、第4次、まあ、何時まであるか分かりませんけれども、例えば補正をやるんだという時になった時にですね、農林水産省としてはこれを考えていますということを今のうちに練り上げておかないといけないということを各局には指示をいたしております。それは水産業にも言えることですし、林業にも言えることです。農林水産全般にわたってですね、ありきという言い方は不適切かもしれませんが、補正予算も組まれるであろうことを予想してですね、省内での検討を進めているというふうにご理解いただければいいと思います。